藤岡の小西地区に滞在しながら芸術活動をする海外の芸術家9人の作品展が始まりました。展覧会白鬼スタジオは、国内外の芸術家が藤岡市小西地区に滞在し、文化や風土に触れながら創作するアートレジデンシーに参加している外国人アーティストの作品を紹介するものです。会場にはアメリカやカナダなど8カ国9人の芸術家が小西地区に6週間滞在し、街並みや文化から刺激を受けて作った作品が展示されています。スウェーデン出身のペトラ・ダルストロムさんは、小西の山奥の窯で見た月夜の風景に注目し、陶器作品月・水を展示しています。また参加者は1ヶ月ほど小西に住み、自然と触れ合ったり地元の人と交流を重ねてきたことから、餅つきを作品の一つとして仕上げ、感謝の気持ちを表現しました。展覧会白鬼スタジオは明日まで藤岡市小西の11屋で開かれています。